つの間にかこんなに経ってたのか。今のスメールってナヒーダの統治でどんどんこの平和がずっと続いて、もうナヒーダがトラブルに遭わないといいな。おい、確かにオイラたちっていつも事件とかの中心、もしかしてお前の体質のせいか？お前ってトラブル体質なんじゃないのか？おい、オイラはお前に会うまでは全然こんなじゃなかったぞ。せいぜいクタクタに疲れた時に変な渦のせいで海の中に引きずり込まれてお前に釣り上げられた程度だな。うい、とにかくナヒーダのためだと思ってオイラたちもそろそろ次の旅に出発しようぜ。こんなところで会うとは思わなかったぜ。あんたら本当にいろんな場所をブラブラするのが好きなんだな。あ、ディシアだ。って、おいおい、オイラたち別にブラブラするのが好きってわけじゃないぞ。まあいいや。それでお前はここで何してるんだ？さっきまで砂漠でお得意さんの依頼をこなしてたのさ。遠くからあんたらを見てたが、何か真面目な話をしてたみたいじゃな。マジか、そいつは驚いたぜ。はあ、でも今後は今日みたいに偶然顔を、そうだ、傭兵仲間たちと一緒にあんたらを送っていこうか。いやいや、気持ちだけ受け取っておくぜ。ひひっ、まさかディシアがこんなにオイラたちとの別れを惜しんでくれるなんてな。そうか、この砂漠を越えていくつかの水路を渡っていけばフォンテーヌだ。それでいつ出発するつもりなんだ？待てよ、まだスメールで食べてないものがあったような。なら私も送別会をやるなんて野暮は言わないでおくよ。今思えばスメールが今の姿になったのも。あ、でもナヒーダにも挨拶していかなくていいのか？確かにな。じゃああいつを邪魔しないでおこうぜ。それじゃあここらでお別れだ、旅人パイモン。雇い主としてでも友人としてでも